です。今日はトントンファミリーと一緒にお出かけに来てます。 Hello, this is トントントレイン。イエイ。見せてきてもらいました。どこに行くでしょう。すごい。ちょっと初めてなんで書き取るの。こんな感じですか。ちょっと水に入ってる方が中が入ってる感じですか。感覚高い。お。完全自然界なんで、貝がついてたりします。こういうの、いらなきゃ落として。これも食べれます。いないですね。若干空いてます。音が。閉まってても、いないんだ。あ、本当だ。はい。はぁ。で、若干重みがある。ちょっと待って待って。はい。あ、結構重いですね。ここは、10キロまで、1人10キロまで、すごい。国立公園のサイトにルールが。あ、そうなんですね。みんなで海藻を持ち込んじゃいけないとか。海藻？海藻とか、カニとかエビとかを持ってきて放流したりとか。ああ、本当に自然に、自然を残したりとか。すごいですね。ルールが細かくある。完全に、その自然の牡蠣ってことなんですね。すごい。あ、そうなんです。すごい。大きいですよね、しかも。で、これはたまたま1個なんですけど、人にもう1個っていう。いろんな。やったー。あ、いけんじゃないですか、これは。すごい、重い。3つぐらいなんかついてる。すごい。すごい、こんな大きいよ。こんな大きい。すごい大きい。重い。重いですよ。重いですよ。これぐらいじゃなかったよく見る感じって、日本で、そうですね、はい、おー、すごい。2つくっついてる。本当だ、これ切れそう。絶対手袋してた方がいい気がする。
君は画面に入ってくるね。あ、ほんと、一回乗ってきた。気をつけて。はい、ちなみに気をつけるのはジェーラントっていうところの牡蠣が取れるところです。ジャパニーズオイスターが取れるんですね。この辺一体全部牡蠣なんですよ。すんごいっすよ。僕のチャンネルじゃないけど登場してます。僕のチャンネルではね、あのパパッとこう綺麗な感じで流れてるオイスターの動画あるので、ぜひ、ね、チャンネルチェックしてみてください。はい、トントントレイン、よろしくお願いします。皆さんこれね、見てる以上にすごい力いりますから、ね、すんごい大変なんですよ。あ、やばい、そう、体が割れるぐらい。でもだいぶ、あ、来た来た、おー、まだいっぱいあるぞ。大変だこれは、これは大変だよ。これ、話すの大変ですよね。大変ですね、うん、あ、開きそうだ。あ、入った。あ、でかっ。あ、うわ、すごい、すごい大きい。うわ、すごい、カキできてた。すごい。でかい、でかい。一緒に来た時は全然満ちてきてて、大体何時くらいとかあるんですか？大体9時から12時。9時から12時。ホームページ多分概要欄載ってると思うんですけど、うんうん、ここに満潮時干潮時の時間の予測みたいなのが出てるので、はいはい、それを見て干潮時で潮が引いてる時に、うん、まあ、基本的には朝です、うん、すごい。結構ねたくさん人来てたんですけど、減ってきてますもんね、やっぱり。はい、もう潮干狩りのレベルじゃないですよね、なんか。もう、全部牡蠣みたいな。そうだ。
滝狩り無事に終了しました。滝狩りとか滝狩り滝狩り広い滝狩りかな滝狩りかな、はい、たくさん撮れました。撮れましたね。あのトントンさんのチャンネルで、はい、あの少し前にここに、ここにあるそうですね、同じところ、はい、ここに来て、はい、その滝狩りをしている予想を先に見てたんですけど、はい、なんか思ってた以上というかやっぱり実際見ると本当に滝だらけで、そうすごかったです、うん、はい、コーデランドなんですけど、デーランド、はい、デーランドが牡蠣の産地というか、そうですですよね、うん、しかも無料で無料で取れるということで、はい、はい、大満足、はい、ええ、ちょっと奥さんもいっぱい撮ってたんですけど、まだ撮ってる、まだ撮ってる。はい、じゃあ今日もご覧いただきありがとうございました。また。また。